このショッキングピンクなんか普段使ってましたかね。みたいなピンク。これはもう白とあれをね、混ぜてちょっと白っぽいピンクして。ピンク好きなんで。僕紫好きなんで。あ、そうなんですか。私も好き。意外とね、桜の幹とかね、枝って黒いんだよね。そうなんですよ。いや最初から黒入れるとね、全く桜ならなくなっちゃう。やっぱ紫ぐらいがいいかもしれないですね。それは艶出しがない。これはいいよ、この作品。ぶれないね、この人ずっと。ここですよ ね。見ただけでね、わかるよ。作者もうすぐわかっちゃう。もうちゃんとあのキャラが立って。仏像やってほら。仏像仲間で。そうなんです。私形面白いね。ねえ。あ、それ石黒さん、こういう日本建築みたいなの出てこないね。あ、本当だね。建物？あ、これはあんまり食欲そそらないの。建物私難しすぎて。だってほら正確に行かなきゃいけないでしょ。そうですよね。ねえ。これでお寺って特にいろんなものが突き出てるしね。アウトラインはこれマジックで描いてるのかな。マジック使う。あ、マジックっぽいね、アウトライン。ああいうとこ、そうですね、線もジックはね。なんかほら、なんか宇宙人みたいなのがいるよ。宇宙人、そうなんだよ。かわいい宇宙人が2人。なんかやっぱし、こういうほら、かわいいキャラクターみたいなのが流行ってるよね。流行ってるよね。いろんなところに。そうそうそう。先生のキャラクター入れたの、ね、あれ見たでしょ。かわいい。加藤星人。加藤星人。これ久美子さんのさ、こう抽象のやついいじゃない。これいいじゃん。いいですよ、ね、これも、ね、面白いね。ここにほら丸く顔みたいな、このそれが顔みたいです。そうそう、ね、なんかなんだかわかんないのがいいよ。これほら、あの人に似てるね。平賀さんが白い。ああ、そうそうそう、ちょっとね、かぶってんだよね、色がね。赤使う。こういうなんかあのイメージの絵よりもさ、こういう方がこっちの方がいいね。これも面白いね。ここ写真あの削あれしてるんだけど、削ってるの。うん、そうなんだよね。うん、あ、これ彫刻かなんかでやったのか。彫刻刀でやってんだ。ああ、板に描いてるってことか。これも面白いね。うん、これは貼ってる、貼ってるね。あ、これもなんかあれだよ、ほら、関連者みたいなの貼ってあるよ。貼ってある。そうですか。あるね。あ、本当だ。あるある。似てくるよね。赤使う人ってね。そうよね。まあ久美子さんの方が同じ赤だけど、あのマチュエルがあるね。あるね。こう重い感じっていうかさ。ね、重厚な感じだね。あ、そうだね。